マリアデレオン・ベージョ・イ・デルガードは、スペインのドミニコ界の神秘化。小さなしもべを意味するラシビタの通称で知られている。出身地であるカナリア諸島では、ペトロド、ベタンクール、ジョゼデ・アンシエタと共に数形されている。奇跡の記録が多数残されている人物であり、1992年から2度目の劣勢審査を受けている。 マリア・デ・レオンの聖火の前にある像マリア・デ・レオンは1643年3月23日、カナリア諸島、テネリフェ島のエル・サウサルで、父アンドレス・デ・レオン・イベリオと母マリア・デルガード・イ・ペレラの伐子として生まれた。彼女には二人の姉と一人の兄がいた。非常に身分の低い生まれであり、父アンドレスは身分の高い家の血を引いていたがその家はすでに衰退していた。彼女は、 カナリア諸島の先住民であるグアンチェ族の子孫だったかもしれない。当時の記録によると、マリアは上品で甘い顔立ちの女性だった。幼少期にはすでにマリアは、信心深い子供であり、神秘への感受性を示した。彼女が生まれ育った町には、サンペドロ教会があり、マリアは教会にあった幼児、イエスの絵画を崇拝していた。彼女が絵画に祈りを捧げに、 教会へ行ったとき、この絵画が教会の扉を開いたのだと言われている。また、この教会でマリアは自分一人で月桂獣を育てていた。1646年に父アンドレスが亡くなり、一家は貧困に陥った。この頃、スペイン本土から医師とその妻がサンクリストバルデララグーナに移住してきた。開業するために移り住んできた夫妻は、 自分たちの子と一緒に育てるために子供をもう一人欲しがっていた。医師の妻はマリアにより良い暮らしをさせることを約束して母マリア・デルガードを説得し娘を諦めさせた。二年後、医師夫妻はヌエバ・エスパーニャに移住する計画を立てた。二人はマリアも連れて行くつもりだったが、移住する前に計画を知った母デルガードが彼女を取り戻した。しかし、デルガードはその後すぐに亡くなり、 テネリフェ島のラ・オロタバに住むデルガードの友人がマリアを引き取った。マリアが10代の時、質素な生活をしていることで有名な二人の地元の女性がマリアの養母の死と訪れた。二人は母方のおばカタリナ・デルガードが書いたと思われる手紙を持っており、手紙にはおば夫妻がマリアを引き取りたいと願っていること、手紙を届けた二人にマリアを 夫妻の農場へ連れてきてもらいたいことが書かれていた。二人はマリアをサンクリストバルデララグーナへと連れて戻り、うち一人はその都市の裏通りに住む男に接近した。彼女はすぐに危険だと気づき、逃走した。彼女はおばの家に行き、おば夫妻に引き取られた。農場での生活で、マリアは最も大変な仕事をこなし農場経営を組織化しながら、次第に、 農場の管理を引き継いだ。彼女は夜明けに起床し、1日中仕事をして過ごしたが、決して疲れた様子を見せなかった。マリアは孤独を好み雑用を受け入れたので、彼女の精神的な性質はすぐに明らかになった。彼女の生活は厳しい苦行であり、簡素な服を着て床で眠っていた。徐々に農場は繁盛し、おじ、ミゲル・ペレスは、 彼女が土地を受け継ぐべきだと感じたので、1665年3月2日に、その旨を記した遺言書を作成した。マリアは悩んだ。相続した財産を支度金として、修道院に払うことすらせずに、貧しい生活をしながら、最も必要とされている仕事ができるような、宗教的な生活をしたいと彼女は感じた。結局、彼女は修道院に入りたいと主張し、 おば夫妻もそれを受け入れた。当初、マリアの保護者は彼女に対し、地元にある女子修道会であるクララ会の修道院に入り、聖火隊の修道所になってほしいと考えた。マリア自身はアビラの聖テレサに傾倒していたので、聖テレサを創立者として、カルメル会から独立した戦争カルメル修道会に入りたいと思っていた。だが、 カナリア諸島にはまだ戦争カルメル修道会の女子、修道院は設立されていなかった。彼女は神秘的な夢に従い、ドミニコ会第二回の女子修道院に入ることを選んだ。サンタカタリナデシエナ修道院1668年2月、マリアはドミニコ会のサンタカタリナデシエナ修道院に入り、修道所となった。この修道院はサンクリストバルデララグーナの中心にある、 アデランタド広場に隣接していた。修道所となってから死ぬまでマリアはこの修道院の壁の中で生活し、修道院を決して離れなかった。彼女は年配の修道所、ハコビナデサンヘロニモスアレスの世話をすることになった。修道院で生活していた時、多くの奇跡が彼女の身に起きた。彼女が持っていた聖母、マリアの姿が描かれた祈りのメダがいくつかの破片に、 砕けてしまったことがあったが、数日後には自然に修復されていた。空中浮遊をしたエピソードは他の修道所によって記録が残されている。また、他の神秘家と同様にエクスタシーを経験したことがあった。この時、彼女の顔から光が差しているのが見えた。また、彼女の体から著しい熱が特に生産を受け取った時に発せられたという報告もあった。 マリアは著名な海賊アマロロドリデス・フェリペ、通称アマロパーゴと信仰があった。アマロパーゴの女兄弟もマリアと同じ修道院に属する修道所であり、マリアと同じ個室で暮らしていた。彼はマリアを通じて意外な奇跡を経験したと主張した。彼はキューバにいた時に襲撃されたが、襲撃者が探検を彼に突き刺そうとした時、マリアの姿が現れ、仲裁して、 彼の死を防いだ。これは、ある人物が同時に2箇所に存在する、バイロケーションと呼ばれる奇跡であり、多くの聖人に関わっている現象だ。マリアは、フランシスコ界の神秘家である、修道士、フアンデヘス。彼はマリアにとって、霊的指導者であり、マリアは、信仰的な生活を追求する上で、彼から多くの助言をもらった。 マリアは1731年2月15日、63年の年月を過ごした修道院の回廊で死去した。彼女が死ぬ前にエクスタジーになり、死後24時間以上の間脈拍は維持され、動向は済んだままだった。彼女の脇腹の心臓に近いところに傷が発見されたが、それはイエス・キリストの脇腹に残された傷に類似していた。3年後に、 彼女の遺体が掘り出されたが、遺体は欠損がなく腐敗せず柔らかかった。郊外と舌は新鮮でバラ色のまま保存されており、口から出たちはジャスミンの香りがした。サンタカタリナ・デシエナ修道院にあるマリア・デレオンの普及体マリアの遺体は今でも彼女が暮らしていたサンタカタリナ・デシエナ修道院に保管されている。毎年、彼女が亡くなった2月15日には、 ガラスの棺に収められた彼女の遺体が公開展示される。この棺は遺体の発掘に立ち会った海賊アマロパーゴが寄贈したものだ。多くの巡礼者や信奉者が彼女の不及体を見たいと希望するため棺は次の日曜日にも公開される。19世紀に劣勢審査のため彼女の生涯が公式に調査し始められたが調査はすぐに終了した。 1992年、彼女の劣勢申請が再び、バチカンに提出されたが、審査の結果はまだ出ていない。1771年から存在する文書には、彼女の取りなしの祈りによる奇跡が1251個、記録されているにもかかわらず、劣勢審査に進展がないことに、劣勢申請の支持者は落胆している。彼女はまだ公式には、成人として認定されていないが、 スペインの他地域における、アビラの聖テレサ、イタリアにおける、シエナの聖カタリナ、ペルーとラテンアメリカにおける、リマの聖ローサと、同様、カナリア諸島で数形されている。マリアデレオンによる奇跡を以下に記す。ありがとうございます。